神戸製鋼対ヤマハ発動機ジュビロ、ヤマハ発動機ボールのキックオフで後半キックオフです。神戸製鋼ボールをさあ奪いました。さあリスク起こしても攻めていきたい神戸製鋼。おお、いいプレーですね。一回内側に叩きます。さあ右は比較的に入ってるぞ。ちょっといいぞ。ノックオンはございません。さあ厳しいけどサポート、サポート、ノックオンはございません。再びインコース内側に神戸製鋼がボールを回します。さあ確実に攻める神戸製鋼。さあ奪ったが、あっとファールですかね。こちらはどちらの神戸製鋼ノックオンです。神戸製鋼ノックオンがありました。